はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ガールフレンド音符、今回はガチャを引いていきます。まあ、今日がねクリスマスイブなので、まあこの哀れな子羊にぜひねゆずちゃんをプレゼントしていただきたいですね。で、今が、聖夜がくれた最高の宝物ということで、まあ SSR のキャラクターはももちゃんなんですけれども、まあちょっとももちゃんファンには申し訳ないけれども、俺はゆずちゃん派ですね。いやー、このサンタのゆずちゃんね、マジ欲しいよ。で、SR だから別に確率はね、そこそこね、あると思うんすよね。まあただ世の中にはね、物欲センサーというものがあって、欲しいと思っているキャラほど出ないっていうのがありますので、まあそこはどう出るか、あれなんですけれども、とりあえず、ラックストーンは、無償のものが5280個ありますので、まあ2回引いていきます。というわけで、じゃあまず最初の11連ですね、やっていきましょう。で、ゆずちゃんね、1枚だけでも出れば、あとはラブクリスタルで最終段階まで進展できるんですけれども、特に何にもロードが入らなかったので、これは出ないっすね。SR の、でも、これは衣装か。なかなか美味しいな。スコアアップであってくれればなおいいんだけど、 SR は1個だけかな。来ないね。じゃあこのサンタ衣装ですね。サンタ衣装、おスコアアップか。ただね、スコアアップもね、鍛えられるだけの素材がないんすよね。まあこれもただぼちぼち鍛えていきましょう。まあ、ただね、サンタの衣装は全然いいんで。じゃあ続けて11連ゆず、とりあえずロードが入った。よしよしよし。いや、もう SSR とかはいいから、うん、とりあえずゆず。春日ちゃんでも持ってるよね。持ってるからこれじゃないはず。もう一個来るはず。頼むよ。本当に。ゆず。あれ、そうか。一回でも、データが消えたからね。それでリセットされちゃったかな。そうか。リセットされちゃったか。春日ちゃんは持ってるので、まあ、進展させましょう。というような感じでした。まあやっぱりね、物欲センサーの性能は侮れないですね。欲しいものほど出ない、という感じのクリスマスイブでした。では皆さん、クリスマスイブどうぞお楽しみください。バイバイ。